こんにちは、サンロードの花園です。もうすぐ4月ですよね。4月になりましたら一人暮らしされる方もですねいらっしゃるかと思うんですけれども、一人暮らし始めますと、もう掃除や洗濯、また食事の準備などもですねもう一人でしないといけないからですね、もう本当大変かと思います。だんだんめんどくさくなってきまして、食事もですね外食で済ませたり、またコンビニ弁当で済ませたりしようとなるかと思うんですけど、それだとですねどうしてもお金がかかってしまうんですよね。家で自炊しようとしてもやっぱりめんどくさいですよね。お米はですねもう洗って炊くだけで簡単ですけども、おかずとかまたお味噌汁作るのがですねもう本当めんどくさいですよね。そういう時にですねおすすめの商品がこちら、奮闘菌のいってる味噌液状タイプです。こちらですねだしも入っております。お椀の中にですねこちらのお味噌を入れていただきまして、あとはお湯を入れるだけでですねもう簡単にお味噌汁がお召し上がりいただきますよ。またですねこちらの味噌汁の具もですね乾燥タイプでございますね。さらにですね栄養豊富なお味噌汁がお召し上がりいただけますよ。一人暮らししてますとですねもうなぜかですねふとお味噌汁がもう異様に飲みたくなる時とかあるんですよね。もうそういう時にはですねこちらの2つを常備していただきますといつでもですねお飲みいただけますよ。もうほんと体が疲れてる時はですねもう新しいことばっかりで心身的にも疲れてきますので、そういう時にはお味噌汁飲むとですねなんか心も体もホッとするんですよね。だからですねこれから一人暮らしされる方はですねぜひ奮闘菌の生きてる味噌液状タイプとお味噌汁の具、こちら常備していただければと思います。またですね朝の忙しい時にもですねこの2つがあるともう簡単にお味噌汁が作れますので、もうおすすめですよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッド登録、あとチャンネル登録お願いいたします。またですねこちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですねお待ちいたしておりますので、もっとしとしコメントをしていただければと思います。それではだんだんなー。